久保さん。今回、柵にしましょうか。柵。まあ僕ね、インスタグラムやってるんですけど、まあ結構花の写真をね、アップしてるんですよ。うん。で、花をこう見てるとね、いつも思うんですけど、まあ、いろんな場所でね、咲いてるんですよ。まあ僕は基本的にその、そこら辺に咲いてる花を撮るんですけど、まあこんなところでもね、花咲かしてんな、とかね。うん。なんかまあ、 なんかあの、まあ、光合成するためにこう、ビヨって伸ばしてね、こう探してるんですけど、なんかそういう花を見るとね、人間っていうのは花、花、に勝てないな、みたいな。勝てないというか、なんすかね。人間の方がね、知恵とか、なんかいろいろできるじゃないですか。ね。だけど、なんかその、素直にね、 こう、すわっていう、こう、見てると、なんか、人間って <laughs>、みたいな思いますよね。まあ特にまあ僕はお客さんのサポートしてるので、まあお金系で言うならば、お金稼ぎたいと思ってるんだけど、やらないみたいな。まあ花はね、行きたいと。ね。まあ、行きようっつってね、こう、まっすぐこうピンってね、こう、こうやるんで、こうやるんだけども、 お客さん稼ぎたいって言ってもね。やらないっていうね <laughs>。どういうことみたいな <laughs>。やるやる詐欺っていうのは僕は命名してるんですけど。やるやる,やる詐欺の被害者ですから僕は。まあ、久保さんもまあまあやるやる詐欺の被害者に、被害に遭ってきたんじゃないかなと。思うんですけどね。うん。まあ少なくてもこの億万長者合宿の参加者よりかは僕たちの方が多分やってると思うんで <laughs>。 そう、なんか、花の方がね、素直で正直ですね。うん。はい。でも、その、自分の人生を咲かせたいんだったら、自分がこう思うことを、行きたいと思うんだったら、こう、太陽にこう、背を素直に伸ばすみたいなね。まあ、そういうことをやらないと、久保さんも素直にやっただけですからね。まあ、実際僕の塾生さんでも結果出てる人、素直にやってます。多分、久保さんの FX の塾も結果出てる人は、 多分、久保さんの教えを素直にやってると思うんですよね。うん。ああ、その、塾入っても何もやってない人は多分、稼げてないでしょうね。久保さんの塾入っても。だってやってないんだから。<laughs> うん。いってらっしゃい。